はい、神音は6月号で36年目に入りました。今回の表紙は満館色スタイルで飾っている雪見丸さんが登場しております。はい、品格と当時が宿る百戦錬磨の精鋭車ということで、まあ、フルアートの車独来掲載されております。水晶魂はメーター煽りとネタ上げの組み合わせで重量感を醸し出すスーパーグレートです。ディア煽りには丸見工芸の手により荒波を描いています。前面を彩る大型パーツに加え、バンパーの両側に立つコーナーポールが印象的です。雪見丸はパールホワイトのキャブに額縁塗りのフロントパネルが圧巻です。助手席のドアを輸出用に変更しており、ミラーステーにはスパークが手掛けた淡路ステンレス仕様となっています。重厚感の漂うキャレラックバンパーもとても魅力的です。樹氷丸はノーマルの大型ウイング車を約5年間の時間をかけて理想のアートを展開しています。数色を調合した樹氷デッドのボディカラーが高級感を演出しています。フロントは佐藤工芸で製作したキャブバシゴに加え、皮脂抜きを施した平型バイザーが輝いています。大砲丸は12年間乗り続けているフォワードをどっしりとしたイメージで飾り立てた一台です。 6.5 メーターのボディはネタ上げされ、トップに長大なバスドケットを搭載し、美しいシルエットを描いています。キャレラックバンパーはコーナーパネルや泥除けでシンプルにコーディネートしています。アスマ製菓は圧倒的なボリュームを放つキャレラックバンパーが目を見張る大型ウイング車です。フロントはドアメッキに加え、平型バイザーは厚みを抑えて耳の中抜き部分をデザインしています。フロントパネルは奥目仕様のヘッドライトという精悍なマスクがハイルーフキャブにお似合いです。シャチホコ丸はアートトラッカーとして35年のキャリアを持つ川島さんの愛車です。平成13年に新車で購入したスペースレンジャーをシンプルに飾っています。ブラックアウトされたフロントは Y30 用のヘッドライトがお似合いで、ウィングマークの両側を飾る鈴木工芸のアンドンも見事です。美醜伝号のアンドンが35年の歴史を物語っています。これは去年の12月にですね、発売したお本になります、日本のトラックシーンの一つであるアート手法をですね、魅力と役立つ実用情報を網羅した本になります。神音の本誌の方でも毎号毎号紹介しております。今回4回目ですかね、4回目になるんですが、本場の注目株カスタムビルダーの入魂の作欧州流ボントラメイクアップ術を紹介しております。ここにはですね QR コードがあるんですが、それをですね読み取るとこのスカニア T580 の内装を見ることができます。その他トラックにまつわる面白コンテンツが盛りだくさん、皆さんぜひご覧ください。